人生に恋愛は必要なのかという問いを皆さんと一緒に考えていきましょう、うんうんうん、ではここから、はい、ありがとうございます。哲学座談会スタートです、はいはい、人生に恋愛は必要なのかという野崎さん問いですかね、に選ばれましたので、はい、これでまずは皆さん先ほど言いましたけどカッコつけなくていいですし、シンプルな考えでいいですので、お考えを教えてください、うん、この場合はですね、多分こう必要必要ない手続きに理由も添えてもらった方がきっと面白いと思いますので、短くてもいいですから、どういうふうに考えてらっしゃるか、人生と恋愛の関係についてどう考えてらっしゃるか、コメント欄で教えてもらいたいなと思います、はい、ここであとどんどんこちらで拾いながら一緒に考えていきたいと思いますし、コメント欄同士で皆さんの中でどんどん対話をしていただいてももちろん構わないのでお願いします。はい、どうなんですかね、どうでしょうかね、なんか私が思ったのは、その必要か不必要かっていう風に判断できるものじゃない感じがして、うん、でその人生っていうものをそのざっくり捉えてるんじゃな、捉えるのって難しくて、その、うん、なんだろうな、その時その時を生きてるわけじゃないですか、だからその時は必要なこともあるし、うん、でもこのこういう時、例えば仕事が忙しいとかは時のとかはそんなに必要じゃない時もあるのかなっていう感じがして、はい、人生っていうふうに大きくまとめて考えると難しいなって思いました。そのタイミングとか時期とかにも言いますかね、常に必要かって言われたら、どうなんですかね、なるほど、皆さんはどうでしょうか。そうですね、コメント欄を見ればいいんですかね、はい、あんまりこっちには来てないか、藤田さん、必要ではない、はい、なぜなら恋愛がなくても楽しめる世の中になっている、はい、ただし協力の一つにはなってもいい、そっか、恋愛は楽しむためにあるので、特に現代はっていうことですかね、今の藤田さんの話はね、これ多分すごくそうだなって共感しますね、別に恋愛なくても楽しい、だからね、だからって分かんないけど、結婚しなくてもいいって思う人が増えてるのかなみたいなのありますよね。あと生物学的には必要っていう久保田さんおっしゃってますね、生物学的に必要、こうやってコメント欄に、はい、戻ったりちょっとコメントを出したいと思います。私のあれになりますかね、あ、なってますよね、はい、なってます、必要だと思う、そうじゃなくて人生としてですね、はい、うんうん、確かにそうですね、生物学的に見たら、まあ、恋愛やこう異性間で子供を作ることまでセットに必要なんだって感は言えるのかもしれないですよね、うん、そうじゃなくて人間が生きる上でっていうことになるんです ね、うん、ね、あとこの堀井さんのはすごく私分かって、うん、承認欲求っていうのは多分すごい大きいキーワードだと思うんですよ、はい、まあ、そのなんだろうな、誰かに認められたいっていう気持ちっていうのは多分恋愛で結構満たされることが多いと思うんですよね、うんうんうん、でそれって他のものよりもいろんな娯楽とかよりも、うん、なんていうのかな、満たされ度合いが高いんじゃないかなって私は思うんですけど、うんうん、はい、なるほど、やっぱり人に承認されるっていうことが恋愛にとっては結構キーになるし、私は大きいんじゃないか、人間はそれを求めてるって感じがするってことですよね、他に必要です派の意見っていくつかありますか。そうですね、スパイス、スパイス、お、生きていく上でのスパイス、後藤さん、緊張感もあるけどっていうことですよね、苦しさもあるけどやっぱり人生がより豊かになる感じがするんですかね、渡部さんかな、必要だから意図的に恋愛するんじゃなくて無意識に恋愛をして無意識にしちゃってるんじゃない、無意識に、でそれが自然と必要なものって、まあ、確かにこう恋愛しようと思ってするわけじゃないっていうことがありますよね、無意識に、まあ、気づいたら恋に落ちるって言いますけど、はい、そういうようなものだから必要じゃないからとかっていうふうには決めづらいって感じですね、うんうん、岩野さんもおっしゃってますね、好きになってしまうものなんじゃないですかっていうところですね、確かに、ね、うん、私にとって恋愛必要ですとかやってもしょうがないかもしれないですね、あ、渡辺さんだ、はい、あの生徒ですね生徒さん、ありがとうございます、渡辺さんでした、あと、はい、不要の人ですね、メリットにはなるけれども、はい、恋愛なしでも実現できる、恋愛してメリットとして生きがいを感じる仕事が生まれる、いろいろプラスにはなるけれども、はい、でもあれですよね、恋愛している人は美しいとかって聞いたりしますね、キラキラしているとか、
それってどうなんでしょうかね。それはなんか そんなこと言われても別に関係ないしなっちゃうんですけどね。はい、ゴートさんの意見もありますけど。ゴートさんありがとうございます。そこを森さんにも聞きたくて。確かに恋愛を通していろんなメリットがあって、で承認欲求もこう恋愛を通して自分たちが求めているメリットだとしたら、うん、他で承認欲求が満たされるならやっぱり恋愛は必要ないっていうことになるんですかね。それはすごく面白いですね。どうなんだろう、うん、でも私は結構変えがたいというか恋愛の承認欲求っていうのは、うんうん、思いますけどどうなんでしょうね皆さん。そうですね、うん、どうしたらいいかな。あ、ね、どういう方向に行きましょうか、どうしましょうね、アイクスも少し拾ってもらってもいいですか、うんうん、で承認が裏切られることがあると辛いですよね、うんうん、こう相手に期待しちゃうということですね、うん、そうですね、うんまあ、簡単に言うと承認欲求って何ですかって、どうやって説明したらいいですかね。どうですか。生きてていいんだって励まされる感じですかね承認欲求っていうのは私にとっては、じゃあちょっとせっかくだから承認欲求についてもう少し皆さんに聞いてみましょうか。そうですね。さらにもう少し皆さんに改めて私から質問したいんですけど、はい、スクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながらあなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料。録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす。スクー